減少が続く、そして理由として書いてあるものがないことが伺える。で、人口減少ということで、中心市街地の人口減は市全体の人口減よりも早いというような形になっています。若年層の商店街離れということで、特に中高生や20代男性男女がぐっとくる品揃えが少ない。で、実態としてはランチか飲み屋など飲食店ぐらいの利用しかないというような形ですね。そして仮説を立てて実行するということなんですが、仮説、商業以外の機能の価値を高く、先ほどはまあ一品会で商業ということだったんですけど、これは商業以外の価値、機能を高めていくことで大型集積施設の差別化につながって、にぎわいの増進につながるのではないか。では具体的にどうしていくか、若年層の商店街離れを食い止めるための商店街は面白いと思ってもらう企画をやっていこうと。再認識として商店街の強みとは何なんだと。十日町の場合、創業50年を超えるお店が大半である。で、お店とお店のつながりは置いておいて、人と人とのつながりは強いよねということ。そしてイベントや活動を発表する場としては、今までもいろいろやってきましたね。イベントやってきました。で、社会的インフラとして公的な団体からの協力は得やすいねと。そして十日町が今までやってきた若年層との関わり、木通りの七夕祭りなどで保育園幼稚園児の短冊を、つけてみたり、着物祭りなどでは部活やサークルの単位では、まあ、参加しているかなと。そして通学路としてアーケードが使われていると。昔はこういったイベントもやっていましたよというようなことの中で、具体的にどんなことをしたのかということなんですが、こういったことを昨年度やりました。まずはじめ子ども店長です。子ども店長、これは昨年、一昨年と昨年ですね、やりました。参加人数、230名、参加店舗が、まあ、40店、参加校は、まあ、市内の小学校16校すべてですね、まあ、基本でやりました。で、2回目は、人数こそ140人と少ないんですけども、業種を増やしてですね、いろんな物販とか飲食だけじゃなく、その利用店なんかでも、やったということですね。で、目的としては、まあ、商店街に子どもたちを集めていくというようなこと、そして上層教育の一端、そして子どもたちのキャリア教育ということで、目的を持って、やりました。そして実際の概要としましては、希望した子どもたちが希望したお店に出向いて、1人1時間程度の民宿業体験、子ども店長という形でありました。対象は小学校3年生から6年生、そして子どもたちは下の3つのミッションを達成しましょうということで、あらかじめお願いして学校の先生なんかと協力して行いました。まずは接客用語をマスターしようということ、そして次は仕事を極めてくるので、これは子どもたちに何か一つの作業を任せてもらって、それをやってもらうということですね。で、最後は子ども店長が終わるときにですね、お店の人にインタビューして、来ようというようなことで、この3つのミッションを課して子どもたちをお店に派遣するというような形でやりました。で、実際の状況はこんな感じで、各お店に大体同じ時間に2、3人子どもたちがいたのかなというような形で、下にこう飲食店で注文を取っている人なんかもいますし、実際に餃子を包んでいるような人たちもいますし、まあ、こういった形でですね、実際に子どもたちに仕事を任せてやるというようなことをやりました。で、これは新聞等々にもですね、取り上げられてですね、新潟日報と十日町の各市なんかにも取り上げられました。そして次はですね、アニメフェスティバルというのを昨年の3月10日に、やりました。集客人数は延べとしてですが5144人で、売上高が30万程度、お考料は前の週の日と比べると 733% ということなんですが、目的としては、まあ、ちょうど地震なんかもありまして、こういったところで商店街離れした若者を呼び込む機会にしようということでですね、アニメということを使ってやってみようということになります。で、期待できる効果としては、
まあ、中心市街地を入れてイベント会場を1箇所じゃなくて分散させたんですね。分散させることによって、住民および町以外から来た人たちに町の中を歩いてもらって滞留時間を長くさせるということと、また十日町の認知を高めて新規顧客の入店の機会をまた高めようと、そしてそれを固定化していこうというような、まあ、目的で、やりました。で、概要としては商店街の空き店舗、公共施設を利用してイベントをする、それと商店街の個展のサービス、例えばコスプレをしてきたらこういう割引をしますよとか、こういった、アニメフェスタ用にこういうメニューを出しますよとか、そういった形ですね、をしました。で、実際はやった内容というのはこの下の書いてある通りです。で、実施状況としては、まあ、大体こういった形ですね、まあ、ピザをちょっと絵が描いてあるようなピザとかを作ってるお店もあったりとか、まあ、こういうコスプレをした人が100、200人ぐらいだかな、結構来て、とその似た車といわれる車にペイントしたようなものをこう飾る場所を作ったりですとか、ステージイベントなんかをやったりとかいうような形で、やりました。そして次のイベントですが、これがハロウィンパーティーで、これはにぎわいサタデーといいまして、昨年度の後半、毎月最終土曜日に、街中で何かイベントをやっていこうという中での取り組みなんですけども、ハロウィンパーティーということで、まあ、仮装行列みたいな形で商店街を練り歩くということで、パレード参加者100名、そして、パレードしている人に、お店の人が一番この仮装が面白いという人にこうシールを渡すんですね。そのシールを一番集めた人が表彰を受けるようなというような仕組み、仕掛けをしたり、ジャンボカボチャをお店の前に、各お店の前に置いたりしました。まあ、ハロウィンということで、まあ、どの地域でも定番になってきたイベントを、まあ、分かりやすくですね、仮装というような形も含めてやりました。で、概要としてもカボチャのディスプレイなんかもして、歩行者だけじゃなくて運転者の目にも留めてもらえるようなということでイベントを考えました。で、各お店の取り組みとしては、先ほども言いました仮装者へのサービスと、まあ、従業員なんかも仮装して参加をしてましたし、そういったことで、ハロウィンのパーティーを商店街の中でやるというようなことを行いました。まあ、実際の状況はこういった形で、やっております。そして、次が高校生街中文化祭ということで、今度は高校生と、コラボレーションして何かできないか。十日町には大学がありませんので、こういった形で、やりました。昨年の12月なんですけれども、街中文化祭ということで、お店のデコレーションというのを、やりました。にぎわい、そして、中心市街地の活性化において、高校生の力も借りて、にぎわい創出していこうと、高校生の各高校生との関係も作っていきたいねということでやりました。概要としては十日町高校、十日町総合高校の生徒も自主参加という形で、3つのイベントをしました。1つ目がクリスマスデコレーションということで、十日町高校のクラスの中心したグループが、抽選で、お店を選んで、そのお店のデコレーションをすると、このにぎわいプロジェクトからは、各チームにそれぞれ3000円をプレゼントして、その3000円でデコレーションしてくださいというような形で、優劣を競うというようなことをしました。これはかなり好評でして、まあ、今年5年度に関しては、まあ、前年度は十日町高校だけだったんですが、十日町総合高校、そして松台高校なんかも参加して、学校単位でやりたい、学校対抗でやりたいよねなんていう話も出てます。そして、まあ、作品展示、これは、総合高校等々の各部活動をしている人たちが、自分たちの作品を商店街の中に、飾るというような仕掛けです。あとは、パフォーマンスということで書道部ですとか、そういったダンスをする人とか、そういった人たちがステージを、最後にこのデコレーションの表彰を行う時のステージで、パフォーマンスをしてくれたというような形です。で、実際の実施状況はこういった形で、
高校生たちが集まって自主的にこう各お店に自分たちで出向いてそのお店を飾るというようなことをしています。まあ、実際飾ったのがこういった形ですね。で、まあ、こちらは、表彰式等々のあとはイベント等々の絵となっています。でこれもですね新聞等々にかなり、取り上げていただきました。そしてもう一つにぎわいプロジェクトが、行ったことでですね、にぎわいショップというのがありました。商店街のど真ん中の、本庁さん集めている場所でチャレンジショップをやろうと思ったんですね。それが、昨年の5月から11月まで6ヶ月間限定ということでありました。でチャレンジショップだけやってもなかなか難しいよねということで、じゃあにぎわいプロジェクトで駄菓子屋を運営して入り口の部分で駄菓子屋をやって奥の方を、チャレンジショップで貸そうかというような形で、駄菓子屋を運営しました。そうしたところ初め高校生とかそういったところは結構来るのかなと思ったら本当小学生中学生がものすごく来ましてですね、憩いの場となって、まあ、買い上げ人数でいうと1日平均40名ぐらいなんですが来客者でいうと100名以上の人が来てて本当新しい人の流れができたなということが言えました。まあ、近所の商店街の方に聞くとなかなかこう小学生をこの商店街の中で見るということがすごく珍しいというふうなことを意見を聞きました。でこれアーケードの中なんですけどアーケードの中に小学生たちは自転車を止めて自転車行くんですね。で自転車を止めるんですけどその自転車を隣のお店の人たちは片付けてくださいとか通れるようにしてくださいとか言うんですけどそういった状況が生まれたのはおそらく何十年ぶりとかもう初めてじゃないかというような形でものすごく人の流れに変化ができました。ただまあ予算の都合上とあとは12月から雪が降るという都合上駄菓子屋を閉めざるを得なかったので非常に悲しいことが、子どもたちに子どもたちがかなり悲しんでしまったということもちょっとあったんですけど、でチャレンジショップなんですけどチャレンジショップに入ったの3店舗ぐらいしかなくてですね、こういった形のチャレンジショップというのはなかなかどこの町は難しいんだなというのをこちらの方では逆に気づかされるそういった結果になりました。で総括としてなんですが、参加者商店街に対して関心が向けられたんじゃなかったかと、そして特にアニメフェスティバルっていうのが一番まあ関心反応が良かったよと、で子ども店長をやった時はやっぱりこのお店の売り上げが増えていく、それは関係者が買いに来るという部分もあるんですけども、でそういったところがあるねと、こういうことを継続することで若年層のさらなる関心を向けられるんじゃないか、そして子どもにぎわいセッション、まあ、空き店舗の利用なんかを使って、まあ、こうそういう高校生とか中学生小学生を参加させることによって共同愛を育めるんではないかなと、で今後NPO が考えている町中公民館ですね、子ども図書館などとこう連携していくことによってまたこう子どもたちを巻き込んでいくことによってそちらの方面でのにぎわいというのが作っていけるんじゃないかというふうに考えております。簡単ですけれども以上でございます。はい、ありがとうございました。はい、今後のお話は若い人小さなお子さんとかをどう商店街に招くか呼ぶかっていう話が中心だったかと思うんですが非常にいろいろと実際にやられた実績をもとにしたお話だったので、いろいろと説得力もあったのかな。はい、ここでお一人